大丈夫？冷蔵庫、加湿器、なんでこんなに。はい、皆さんこんにちは。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活小宮です。今回久しぶりにイスズロデオキャンピングカーで車中泊の旅行ってきます。先日車検が無事終了しました。見た目は相変わらずボロですけども、ブレーキなんかもいろいろ取り替えてものすごく調子良くなって帰ってきました。車内レイアウトが少し変わりました。真ん中に一つこちらのソファーが加わりました。このソファーはもともとロデオに照準で取り付いてたものなんですけども、長旅の時収納を優先にしてこちら取り外していました。今回ですね、2泊3日の旅になるので収納優先よりも居心地を優先します。このソファーの出現で冷たいフローリングを歩かなくてよくなります。冷気が一番入ってくる窓、こちらも自作のポリカーボネードの二重窓しっかり装着します。両方の大窓と、あとバンクベッド全ての窓に取り付けています。今回バンクベッドは使わないようにします。冷気も非常に入ってくるし、あと暖かい空気ここに溜まって熱奪われます。寝るときここをプロジェクタースクリーンで塞いでしまおうと思ってます。あと運転席とキャビン側の間にこの断熱マットを挟みます。運転席の冷気でキャビンが冷えないようにします。シャワールームはシャワー取り外してクローゼットと荷物置きにします。冬は凍結するのでタンクに水ありません。なのでポリタンク10リッター、あと消火器持ってきました。あと加湿器ですね。ヒーター焚くとものすごい乾燥するので必需品です。あとトイレ一応使えるようにはしてます。そして、今回の旅の電源はこちらオールパワーズの R3500 というものです。今僕が持っているポータブル電源で一番大きいものになります。容量は 3168Wh です。低角出力は 3500W、 瞬間最大出力 6000W、 つまり家庭用のクーラーを3台同時に使っても一気に回すことができる、とんでもないスペックを秘めたポータブル電源です。そしてサイクル数が6500回なので、毎日充放電を繰り返しても約17年間使えるというものです。今2月の18日まで半額セールを行っているとのことです。今回はソーラー発電や走行充電で一切充電せず、今回の2泊3日でどのぐらい持つのか検証しています。では早速車載冷蔵庫を使ってきます。今消費電力約 40W ぐらいで推移してます。庫内が冷えたら省電力モードの 1W 程度になり、庫内温度が上がってきたらまた電力を消費して庫内を冷やします。あとソファーの下にある FF ヒーターも着火していきます。今冷蔵庫と合わせて 150W 程度消費してます。 FF ヒーターも点火時一番消費電力使うんですが、点火した後は 3、40W 程度で推移します。このポタ電アプリとも連動してますので、ここで残量の確認や操作も可能になります。 F ヒーターの灯油10リットル缶満タン、あと予備で5リットル缶も持ってきてます。何かあった時のために一応暖はしっかり取れるようにしてあります。あと氷点下になるとバッテリートラブルめちゃめちゃ起きます。他の車のバッテリーから電気を取れるブーサーケーブルと、ポータブル電源のシガーソケットから電気取れるものも一つ用意してます。このケーブルがあれば他の車が近くにいなくても 12V シガーソケットから電気を充電することができます。 3、40分で走れるまでのバッテリーになります。今回の旅の最大の目的は札幌雪まつりに行くことです。帯広市から道東道を取ってワッツサービスエリアに向かいます。ここで食事も取れるので今日はここで車中泊させてもらう予定です。明朝札幌パークホテルに向かいます。妻がここのパークホテルで催し物に参加するんですけども、ダメ元で聞いてみたら一晩車止めさせてもらえるということになりました。少し値は張りますが、雪まつり会場からも徒歩圏内なので非常にありがたいです。ちなみに今の時期の高速道路、融雪剤が巻かれて真っ白です。この融雪剤がフロントガラスに飛び散ってくるんですね。それを洗い流すためにウォッシャー液を使うんですが、氷点下の中高速で走ってる上で通常のウォッシャー液を使うとフロントガラスが凍りつき前が見えなくなってしまいます。そのため今回スーパーウォッシャー液というものを使ってます。マイナス60度の環境でも凍結せず、氷や霜も雪と接触すると発熱するものです。今日風も強いのでちょっと気をつけて行ってこようと思います。では札幌雪まつりツアー参ります。 The News ビビリの家族が聞くキャンピングカー生活サブチャンネル解説。我が家の旅の中で得た情報や今思うことなどをゆるりと配信中。ぜひよろしくお願いします。高速乗るよ。はーい。すごい綺麗です。制限50キロ、だいぶ凍ってんだねそれ。
めちゃ煽られてる。ちょっとスピード落とすわ。風速3メーターのか。気温マイナス8度。今すごいです。手がブレブレです。もう何も見えなくなってきたよ、ここから。すごい、怖着。はーい、お疲れ様。お疲れ。うん、食べよう食べよう。はい、今札幌駅から1時間ぐらいの距離の、道の駅恵庭に到着しました。本当ならサービスエリア行くはずだったんですけど、高速道路2時間50分のとこ3時間半以上かかってしまいました。いや、それにしても高速道路かなり怖かったです。あの様子だと多分下道もっと怖かったと思うんで、高速道路で来てよかったなと思います。やっぱり峠の上かなり強風になるし、あと少しの雪でも視界全く見えなくなります。あともう一つ、トンネル入った時に窓ガラス外側が曇ったんですね。で、気になってちょっとさっき調べたんですけど、どうやらですね、外の空気よりトンネルの中の空気の方が暖かいので急激に外側が結露するみたいです。で、ワイパーで解消することはできるんですけども、急に視界が遮られるので注意が必要だなと思いました。今外気温がマイナス 11.4 度です。結構車中泊の方いますね。出発から FF ヒーター耐えてるので車内はポカポカです。加湿器まだ回さなくていい？乾燥してる。あ、嘘。コーラも含んだって。え、18%しかないじゃん。きつかったでしょ。なんか喘息になってる。加湿した方が良かったね。ごめんね。高いね。加湿器を。はい、チーズしよう。水道を用意しておきます。簡単な洗い物と歯磨きはここで済まします。ここをさ、ここだけちょっと今閉じるから。あ、そういう、まで食べる。そうそう、よし、ごめんね、お待たせしました。じゃあ開けます。いい？いいよ、こっち。おお、めっちゃ大きいじゃん。これ開けて。結構ボリュームだな。乾杯。乾杯。じゃあ札幌雪まつり楽しみましょう。楽しみましょう。ありがとう。うん。ママもポテトからいきたい。うま。いただきます。今家族トイレ行ったので、この隙に布団引いちゃいます。いいっしょ。人生ゲームしない？もう寝ようよ、今日は。また明日やろう。やろう。だってこと明日雪まつりだから起きれないよ。やろうやろうよ。え？パイプ全部凍ってんのかな、もしかしてこれ。流れてかないな。これは凍結してんな、これ排水パイプ。ここに3年暮らしたの。お水を送れ。今思えばね。はい、では休みます。23時34分です。だいぶ時間遅くなってしまいました。電源なんですけど今 64% 残ってます。だいぶ使いました。さっき日本代表戦ですね、アジアカップ見てて、テレビも2時間ぐらい見てて、あとこの電気もう充電してこなかったんですね。これもかなり消費してます。冷蔵庫も稼働し続けてるし、サーキュレーター、加湿器ですね、この辺もずっと使い続けてる状態です。まあ、FF ヒーターも使ってるので、だいぶ電気食ってます。
今車内温度が 19.1 度、湿度が 27% です。外気温エニワが今-8 度、さっきよりちょっと暖かくなりましたね。はい、では寝ます。 FF ヒーターは最初でつけっぱなしで寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。最高の寝心地だったね。夜中 FF ヒーターを消したでしょ、うん、何時ぐらい消したの？2時ぐらい。コトも布団からも出て、もうちょっと寝る。何？スターバックス行っちゃう。何それ？コトちゃんもスタバデビューしちゃう？したい。じゃあちょっとあれだね、最近あれだね、ラグジュアリーな感じ、ね、ラグジュアリーしようか。超贅沢だね。旅中には考えられなかった。スターバックスなんて飲むことなかった。なかったよね。こと。5歳でスタバはかなりちょっと贅沢だと思うけど ね、 そうだね。ママは大人になってからデビューしたもんね。いや本当だよね。大人になってもなかなか飲めないからね、スターバックスは。それ我が家だけでしょ。そうだよ、ホテルで。え、ここがホテル？そうだよ。え、泊まるの？ここに駐車場にね。中がホテルなの？そうだよ。そこにさ、泊まるの？そうだよ。え？駐車場に。じゃあここに？そう。この大きいホテルあるでしょ？ホテル、ホテル。そこに入るの？ホテル泊まりたいって言ったじゃん。うん。今日はホテルで。やったー！夢が叶っちゃったよー。駐車場で。あ、ことほら、もう氷があるよ、あそこに。氷祭りの氷。え？氷でできてんだよ、あれ。すごい、綺麗。ねえ、夜はもっとすごいよ。はい、到着。はい。じゃあママ、行ってきまーす。楽しんできて。はい。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、でも。さて。私たちはどうしましょうか、ことさん。行く。どこに？祭り。はい、ということでやってまいりました。札幌雪まつり。大通会場ですね。ここは1丁目から12丁目まで約 1.5 キロメートルにわたって、さまざまな雪氷像が見れます。で、娘の要望なんですけども、まず10丁目にありますチューブスライダーというのに乗りたいというところなんですね。なのでここにまず行くのが一つ目的です。あと出店でいろいろ食べてみたいということなの でこの出店がですね4丁目にあります。なのでここで食事をとって、で少し歩きながらですね11丁目まで行こうと思います。Thank you! Bye! ありがとうございます。どう？Yes.
Hey, that counts as a Magnum, guys. Oh, yeah. We just put a Magnum down. That's a Magnum? Magnum sounds cool. Magnum cool. あ、足引っ張ったこと。あ、え？ポテト？ポテトは別にここにはないよ。おめえ食べることばっかだな。滑り台もっと先かな。滑り台だ。並ぼうか。いや。うわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もっとか感じしてます。はい。あ、帽子自前です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと一旦ですね、車戻ってきました。ちょっと疲れましたので、ちょっと休憩させてもらいます。はい、ただいま。今、ポータブル電源なんですけど、残量がもう 5% ですね。今、時刻3時です。で、僕たちが出発したのが10時。その時点でもう FF ヒーターとか全部切って冷蔵庫だけ稼働してたような状態になります。昨日の夕方4時に、ポータブル電源使い始めたので、まあ、それからかなり気使わずに使ってきて約23時間で全てを使い切ったような形になります。使ってみた感想とかですね、あと詳しいちょっとした詳細なんかは動画の最後にちょっとまとめておきます。で、ここからですね、予備で持ってきてましたジャグリーの1500ですね、こちら側に切り替えていきます。容量はこのオールパーズの R3500 の半分ぐらいなんですけども、明日の朝までなので、持ってくれるかなと思います。残量見てちょっと難しそうだったらもう冷蔵庫は切ってしまって FF ヒーターだけのために使っていこうと思います。ねえ、綺麗。おー、一軒目は、あ、結構場所にやった。みんな好きなやつ。何ですか？炭屋。あー、言ってたね。ホルモン屋さんね。外がね、ホルモン好き。外が大好き。あ、見えてきました。ママもよくやってた。豚サガリ。サガリ。サガリ。美味しい。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。これね。ちょっとこれ好きだと思う。これ山わさびだよね。なんてない。なんだろう、うまみ。うまい。あ、うまみ。どうでしたか、炭屋。ことだった？美味しかったね。なんかいつも量が多すぎて。そうだね、量がちょっとかなり多かったね。なんで、はい、デザートはどうですか？またデザートですか、ことさんは。ママ、ラーメンどうですか？もう一回行って。オッケー、全部行こうぜ。じゃあ、デザート食べて。まあ、まずは、ちょっと雪まつり見に行こうよ。
でかめっちゃでかやばい、すごい、見てやばい、なんだっけ、富士山ってなんだっけ、いっぱいあるよ。え、でも甘いものないけどいいの？いや、あると思う。ね、ママさん、ゴールデンカフェ写真撮りたいんだけど、ちょっと待って、ゴールデンカフェ一回見る。こと食べることしか考えてないんだよ。おとつだよ。9階でした。そのやだ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 。あ、そっか。こと、エレベーター嫌なんだ。なんでそうなの？閉所恐怖症なの、こと。閉所恐怖症なの。ママ、そこまでして行きたくないから9階も登れない。じゃあやめよう。今日は終わりで。どっちかだこと、エレベーター我慢していくか、今日やめて帰るか。これがきっかけで乗れるようになるんだ。じゃあ帰ろう。じゃあ帰ろう。階段は行かないわ、9階だもん。じゃあ行ってみよう、こと。閉じ込められたのパパとママと一緒だから。で、これ長いやつ？長くない。はい、こいで。すぐに来るやつ？あ、すぐ来るよ。じゃあ帰ろう、こと。別にそんな無理して。そんな無理して行かなくていいよ。じゃあ帰ろう。じゃあ帰ろう、帰ろう。おいで、こと。また今度にしよう。おいで。大丈夫？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 エレベーターが負けたのに。しょうがないよ、こっち。帰ります。パークホテルありがとう。はい、ということで2泊3日の旅から帰ってきました。ロデオ真っ白になりました。融雪剤の量が半端じゃないですね。札幌市内は精製されてない岩塩使ってるみたいです。なので本当に車痛みます。これ即日のうちにですね、これ洗い流さないとやはり腐食の原因になっていくので、洗車しに行くんですが、氷点下の中の洗車、これは厳しいです。やっぱり真冬の車中泊はメンテナンスもかなりしんどいです。そして FF ヒーター、旅中45時間のうち34時間稼働しました。 5kW FF ヒーター、風量は弱から中で、およそ6リッター使いました。やはり燃費は最強です。ただやっぱり FF ヒーター、もう本当に乾燥します。なので加湿器は必須アイテムだなと今回も強く感じました。あと結露の問題なんですけども、やっぱり窓枠のアルミの部分に集中して出ました。
2日目は滴るほどですね出てきたので、やっぱりこの窓の下に結露を吸い込むようなシートか何か装備しないといけないなと思います。まあ、逆にここに集中してくれるので対処はしやすいかなと思ってます。最後ポータブル電源ですね、オールパーズ R3500、まあ、本当に気を使わず使いたいように使って約1日ですね23時間持ちました。まあ、容量も申し分ないですし、あと走行充電、ソーラーからの充電が12から150ボルト40アンペアで入ってきます。最大2000ワットで入ってくるので、そういった充電機器を揃えれば本当に強い味方だなと感じます。あと1日目の夜からクローゼットに置いてました。このクローゼットの中はマイナス環境になるんですけども、この環境でもですねしっかり動いてました。まあ、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンなんですけども、やっぱ質が悪いとマイナス環境や寒いところであんまりよく動かないポータブル電源よくあるんですね。なのでバッテリー自体の品質も問題ないと思いました。ただですねやっぱり重さ42キロあります。なのでここがね最大のネックかなと思います。まあ、北海道なんかの極寒地ではですね、毎回バッテリー下ろさないと劣化してしまうんですね。なので車中泊の度に積み下ろし作業があるので、この辺を考えるとちょっとですね、機動性に難ありかなと思います。ただその災害を見越して家とかに置いておくとか、そういうものに使うっていうところでは非常にいいアイテムかなと思いました。緊急告知、妻がデザインしたビビリの家族役キャンピングカー生活 LINE スタンプ発売、ぜひ込み上がりスタンプ使ってください。よろしくお願いします。